ドラマで奈良に行くことがあったりもして、でまあ、奈良公園だったりするので鹿がやっぱたくさんいるわけですよ、うんうん、で、まあ、鹿は草食動物だし、うん、まあ、うんこも汚くないわけですよまあその結論はどうかと思うけど続けてでそれを、まあ、僕は手づかみで取って、マネージャーの顔にめがけてドーンひどいな君は。まあ、それがちゃんとリアクションしてくれるからそらリアクションするわ鹿のふんなんか飛んできたら誰だってリアクション取るまあでも乾燥してるからいいじゃないですか、ね、装飾だしでもその後さ自分は手きれいに洗うでしょ。まああんまり洗わないですね、まあ、衣装である服でこうやってブーッて怒られるその水分があるものだったらさすがに触れないですよその選手も、ね、モイスチャー次第なんだよ。他にちょっと心当たりのあるいたずらあったらちょっと自分で言ってみなさいよ。他には何でしょうね、またマネージャーになっちゃうんですけど、うんうん、やっぱマネージャーさんは荷物が多いじゃないですか、はい、どの方も、はいはい、うん、でエレベーターとかで現場移動するときにその両手塞がってて、うん、でまあ、エレベーターも混雑してるときあるじゃないですか、うん、で幅細いところでこんなになってて、うん、で僕はその一番結構奥の方に入ったりするんで、そのときお尻のちょっと肉をこうやってギュッとつなったりすると君はその人格破綻者なんだ僕自身のテンションを保つためにやっぱちょっと周りをマネージャーのテンションを保ってやるたまにはいやだってこうマネージャーさんからもういい加減いたずらをやめてほしい証拠としてねでなんかいっぱい来てんだよ。あるわ、奈良公園で鹿の糞を投げつけられたか、ね、他にも左右の靴の紐を結ぶ、まあ、これは何なん。それはもうスタジオとか入って靴を脱がなきゃいけない場所あるじゃないですか、うん、でまあ、僕は割と先にささっと出てって、うん、そのマネージャーやスタイリストとかの靴紐をこうやってギュッと左右結んで簡単に取れないようにしといて、うん、ね、うんじゃねえよ最終的に何がいいんだよ、他にもあるよまだ。あ、本当ですか。まだあるの。あるよ、飛行機などで移動中寝ている最中にいたずらをすると。これはどんないたずら。やっぱり長時間乗ってたりすると寝るじゃないですか、うん、で、まあ、僕は絶対寝ないので、うん、なんで寝ないの。それは隙を見せたらダメなんだそうか、日頃の恨みが倍増で返ってくるからねリラックスできねえもうちょっとゆっくりしたいな。おう、じゃあ海外のじゃあ半日ぐらい乗る飛行機でも寝ないの。そうですね、極力やっぱ寝ないようにしますみんながちゃんと寝たのを確認してで誰よりも先に起きる。はあ、そんなところで戦う必要ないと思うけどね。大事なことですよ。それで、ね、まあ、マネージャーさんとか寝てるわね。で軽いところで言ったらその目覚めたらそのお知らせください的なシールが貼ってある、うんうん、でそういうものを、まあ、その服とかに貼ったりとかするのがまあ軽い。まあ、まあ、それは軽いね。うん、でまあちょっと重たいところで言うと寝てたら、まあ、落書きに走りますね僕は。マジックかなんか、はい、それは何、乗務員の方に借りたりしてマジックを。いや、ちゃんとなんかカバンに入ってた用意してんの、その日は。それ用に意外と入ってた。あと何、この運転中にクラッカーを鳴らすって何危ないよ、ね、たまたまなんかその誰かの誕生日があって、まあ、クラッカー買おうと思ってクラッカー買ってて、うん、なんかちょっと面白そうだなと思って今現場移動中にやっぱマネージャーは車を運転してるわけですよ、うんうん、で信号待ちの時になんかすごい気を抜けた表情をしてたんで夜だったしで後ろからパーンってなってドーンみたいな感じでそれはなるわ誰がやられる